こんばんは。お疲れ様です。来たよ、いらっしゃい。あゆかわさん、ありがとう、来てくれて。こんばんは。エナジーチャージありがとうございます。お疲れ様です。また僕です。最近夜の放送増えて、まあ見れて嬉しいっていう声もね上がっていて、そんな声が聞けて僕は幸せもんです。お疲れ様です。田崎です。エナジーチャージありがとう。でちょっと聞いてほしい話があるんですよ。佐藤さちゃんがさ、今日ね、なんかふわっちからポイントを下ろそうとしてたの。うん。で、わあ、ポイント下ろそうとしてるわと思ってさ、続き佐藤さちゃんにお金大丈夫なのって聞いたのよ。俺ね、今日勇気振り絞って佐藤さちゃんにね、まあ佐藤さちゃんは大丈夫だって言うけど、まあ問い詰めたんだよね。お金本当大丈夫なのって。そしたら、あ、道江さんありがとう、メリーゴーランド、はい、ありがとうございます。まずね、あの俺のやった行為に対して許してほしいんだけれど、ヴィトンのさ、あの財布売ったじゃん、6万5000円で。で5万円ぐらいさ、まあ、佐藤さちゃんの、俺たちの貯金箱に入れて管理してもらってたんだけれど、基本的には佐藤さちゃんが家賃払ってくれてるんだよ。俺と佐藤さちゃんのこの家はね、もちろん俺が出せる時があれば、まあ出してるって感じなんだ。もうほとんどが佐藤さちゃんが出してるんで。うん、そうなんだよ、佐藤さちゃんが出してくれてるの。カイネさん来てた？はい、まあちょっと今回の話は、まあ、家庭内事情をちょっと語ろうかなと思ってる。まあ俺が出してもそのここの家賃っていうのはまあ大体10万ちょっとぐらいするのよ。で俺毎月全部出してるかっつったら出してない時もある、正直。で、もちろんちょこちょこね、お金を入れてるんだよね。まあ3万から4万ぐらい。でも前の月は正直家賃を入れられたかって言ったら入れられてないんだよ。だから彼女が働いているキャバクラの給料が全部なんていうか、まあ家賃当てられたわけですよ。はい。でもう今日今月は本当にも佐藤さちゃんが全部出したみたいになったのね。で俺はそれは分かってたけど、まあなんていうか、そういうダサいことを聞くのも良くないなと思ってね、まあ、やってることもダサいんだけどね、まあ聞かなかったんだよ。で今日さ、佐藤さちゃんが、まあ、財布を見ててさ、でふわっちポイントをなんか下ろそうとしてたので、もう俺もう勇気を振り絞ってね、佐藤さちゃん、お金大丈夫って聞いたのよ。彼女は大丈夫だって言ったんだけど、まあ大丈夫じゃない顔をしてたんだよ。もう本当に。で、俺もちょっとこれは多分お金ないなと思ったわけよ。だから佐藤さちゃんに今日お金ないんだろっていうふうに、まあ、強く言ったんだよ。そのパワハラとかそんなんじゃなくて、もう問い詰めみたいな。金ないんだろっつって、で大丈夫って言って、でもうその6万5千円で売ったさ、ヴィトンの財布のお金をね、その3万円分をね、佐藤さちゃんにあげました。はい。でそこで聞いたら、もうお金がなかったってことを知らされたんだよ。で俺が本当に情けないなと思って、全部じゃないの？全部は、だって半分はあっちに入ってるもん。カンカンにね。まあ、正確には、2万円俺が持ってて、
佐藤さちゃんに3万あげて、あと1万5千円はカンカンに入ってる。あげた生活費だろ。いや、俺は武勇伝みたいに話しようと思ってるわけじゃなくて、佐藤さちゃんにひもじい思いをさせたなと。俺は最低な人間だなっていうふうに今日、佐藤さちゃんが仕事行った後に思ったわけ。でそれを放送で、まあ、みんなにちょっと意見を聞きたくてね、今話してます。でもね、お金は、今月は本当に入れてないんだけど、ところどころ入れてるんだ、3分の1ぐらいはね。ただ、彼女自身も不満がたまるわけじゃん。何のためにこのね、大輝と、ね、デブと、一緒にいるんだっていうさ、不安ができるわけでしょ。そこら辺を考えてなかった俺、本当に佐藤さちゃんには申し訳ないことをしたなと思って、本当佐藤さちゃんごめんなさい。で、家目的って言ってるけど、俺ね、基本的には佐藤さちゃんにも言ったけど、彼女にお金をね、まあ、渡すこともあるんだけど、佐藤さちゃんにね、こう家賃を3分の1出したりとかね、こうやってお金を出したりとか、やってるわけじゃん。なかなかしないんだよ。だからそれだけ好きってことは分かってほしいね、佐藤さちゃん。3分の 1? いや、なんていうか、まあちょっと恥ずかしいながらね、まあ一気に10万円渡す時もあるんだよ。だけどそっからなんかお金が財布になかったら、渡した10万円のこのみんなで共有するお金があるのね。そこからね、もちろん許可を取って1万引いてね、ご飯食べたりとかしてるんですよ。だからまあ結局は、まあ、3分の1ぐらいになっちゃうという。プラチナプラス何もしないで数十万もらえるだろうって言ってるけど、俺ね、税金があるんだよ。だからそこも分かっているから、佐藤さちゃんも強く言えないんだと思う。いや、申し訳ないわって思ってるんだけど、でも、申し訳ないって気持ちだけであって、どうにもできないんだよね。だからすごく、恥さらしなデブだなって思ってて、さっき心落ち込んでて7時からの放送できなかったです。むしろさっき寝てたんですけど、佐藤さちゃんとね、これ勝手なね、名前出すの良くないんだけど、駒井くんが浮気した夢見たんだよ。それでうなされておきました。これマジで、なんか iPad のね、通話が聞こえるんだよ。で、駒井くんと佐藤さちゃんが愛し合ってる話を聞くという謎の夢を見ました。夢ね。アロー何？アロー何話で目撃情報あり？香川さん。僕ね、本当にパチンコ行ってないです、最近。信じてほしいんですけど。彼女と日曜日のパチンコデート以来、行った以来ですね。本当に行ってないです。これ信じてほしいです。はい。嘘つきの顔してる？いや、どう思いますか、リスナーさん。俺はクズですか？どうなんですかね？自分でも分からなくてクズかどうか。デブですか？あ、クズですか？キングボービー、聞くまでもないです。でもさ、俺ってまだ優しいクズじゃない？だって、佐藤さちゃんの財布がない時に俺お金出してさ、補充させてるんだよ。めちゃくちゃいい男じゃない？自分で言うのもあれだけど。自分がさ、全財産が、もうほんと数万円しかなかったんだよ。もう5万以下。もう、全財産、佐藤さちゃん、2万円しかなかったんで、もうはっきり言うけど。2万円。そっから、
引いてさ、でも部屋代、部屋目で、部屋目代出そうとしてたんだよ。それを俺は知った時にもう心が苦しくなってさ、だから、ヴィトンのね、財布の3万円をあげたよ。で、彼女は、なんつったと思う？いらないって言ったんだよ。でも俺はもう正直怒鳴った、その時に。まあ、そんなこと言うなよって言いました。受け取ってくれと。愛がある怒鳴りね。で、佐藤さちゃんが渋々受け取ったって感じなんだけど、とりあえず女に不自由させてるなって思うと、本当に心が痛くて、そして俺の女はいい女だなっていう自慢話です。はい。で、30万の件語ってるやついるけど、それね、3月のね、中旬ぐらいでしょ？しつこいんだよ、お前。ね、もう1ヶ月経ってるんだよ。そっから、イベント出てないんだから、仕方ないだろ、お前。税金払ってんだから。ああ。出勤放送で、水族館、行きたい、どうにかなりませんかって言ってたぞ。水族館は、行かないです。はい。なぜなら、まあ、デブの人だったらわかるけど、しんどいんだよね、歩くのが。人混みも多いし。うん。で、佐藤社長、癒されるって言ってたんだよ。魚見て癒されないからね。うん。正直言うと。癒される魚見て。癒されないよね。まだ、ね、動物園の方が癒されるよ。魚見て癒されはしないね。あんなもん。だから、唯一癒されたのはクラゲかな。なんかクラゲのなんか静かな音の、なんか、免税ステみたいな BGM が流れている場所に行ったんだよ。そしたらクラゲが暗闇の中光りながら泳いでるんだよね。そこぐらいだね、俺が唯一いいなと思ったのが。あとはもうつまんないね、正直。あ、でも、なんかね、でっかい水槽の中に、なんかサメが泳いでたね。マンタイとか、カレイとかね。あれはちょっと感動したけど、でも、もう、その、2月で見たから、ね、別に1ヶ月空いてのスパンで見たくないね。マンタイ？そう、マンタイ、見た。つまらんよ、水族館は。だから犬のね、カフェでいいじゃん、犬、カフェで。俺、犬には癒されたいよ。犬だったらいいよ。一緒に見たいんだよ。だから、水族館行ったんだよ。ね。で、動物園も行って、で、映画館も行ったんだよね。で、水族館で2回行ってるんだよ。ペンギンさん見に行ったんだよね。うん。で、プラネトリウムは、プラネトリウムは行ってないか。ちょっとごめんなさい。それなしで記憶なくしてください。だから、とりあえず、なんて言うんだろう。ね。行ったんですよ。プラネタリウムは池袋シャンサインの時に、佐藤さちゃんと行ったかなって今思い出したんだけど、ね、別の女と行った記憶だったから、あ、これ出さんとこうと思って。もちろん付き合ってる時に行ってないよ。池袋シャンサインで、ね、佐藤さちゃんと、ペンギンさん見に行ったの。その時に、池袋シャンサインの水族館の隣にプラネタリウムがあるんだ。それは別の女と行った記憶があって、それが今ごっちゃになってて、今プラネタリウムって話しちゃったんだよ。わかる？YDKP ありがとう。あ、しんのすけさん10個ナイス。しんのすけ。野原しんのすけ。ありがとうございます。どんちき。来たこれ。ウルトラどんちんちっちき。喧嘩芸で稼げるの？で、喧嘩芸は絶対にね、しちゃいけません。ある程度の閲覧を持ってる人は、ここで配信者講座です。喧嘩芸っていうのはね、一時的なドーピングであって、閲覧が増えるだけです。そっからアイテムが投げてもらえるかって言ったら投げてもらえません。まず、
他人のそのリスナーさんの感情が先に優先してアイテムを投げるということを忘れます、はい、だからもうある程度の閲覧を1000人超えてる人はもう喧嘩芸はしない方がいいです、はい、ただ初期の時に、彼女と彼氏で、閲覧が10とか20だったらしてもいいと思います。人が集まって人気が出るっていうわけなんで多少の炎上はやむなしと俺は思ってますね。はい。アイテムを飛ばすのは人なんでね、人がいなきゃアイテムは飛ばないんですよ、はい、だから正直ね、家でダラ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 しててもアイテムは飛ばないんですよ。ほら家でさずっとダラダラしてる人いるじゃん。あ、俺か。まあでも俺はさ、まあある程度今までやってきた努力があるからね、この地位にいるんだけど、でも仮想でさ閲覧が低い人でずっと家に引きこもってる人いるじゃん。あれがね、持たないよね、ぶっちゃけ言うと持たないです。だから松平健とか正直家でダラダラしてたじゃん。あれ正直言うとオワコンというか、その落ちてってるというか、下のこと言えないんだけどね。ゲンさんはプラチナプラスまで行った男なんだよ。で、アイテムだってめちゃめちゃ飛んでたの。でも、それは外配信やったりとか、キーボード弾いてたりとか、他人とコラボいろいろアクティブで動いてたからなんだよね。でも今、ゲンさんは新居に行って一人でやる時間が多くなったから、うわ、ファンタスティック、嘘でしょ！ありがとうございます。パルニュース毎日楽しみに見てますよ。うわ、しんちゃんマジ神すぎるわ、ありがとうございます。うわすごい、これ皆さん見ましたか、これが配信者のね、配信者講座です。これ説得力あるでしょう。こんなブサイクでデブで154キロの俺が1万6000円のアイテムもらいました。今なんでこんなデブに飛ぶんだと思ったでしょ。それはこの人のね、俺に対しての魅力に気づいてしまった、だから投げてくれたんです。このしんのすけさんが、で投げてくれた人はこれはね、無視しちゃいけません、もちろん、ね、派手なアクションを起こしてその人を気持ちよくさせる、ここまでが、投げ資産をね獲得できる手法なんです。だから、君が、今日のアラブ世界を弾圧こういう、君がトップワン、君がいないか、やってないキキキュン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 、ウルトラハイパーダンチキボーナス、はい、ここまでがセットです。で、警察来るぞって言ってて、で、こう大きな声出しました。これは正直あえて言いました。もう今警察が来るぞっていう風に言われている状態で大きな声を出すってことは、それだけパルちゃん喜んでくれたんだな、警察呼ばれてもいいんだなっていう思いが伝わるわけです。だからこういうのも一つのテクニックです。そうなんですよ。だからしんのすけさんはね、この思いが伝わったからファンタスティックまた投げるよ。これわ、また投げたいと思ったよね、これ、しんのすけさん。まあ、無理させちゃいけません。すいません、しんのすけさん。ちょっと、わがまま言ってしまって。これ、圧でした。すいません。これはやっちゃいけないです。申し訳ない。ファンタスティックもう一発投げてくれるよっていうこの圧はリスナーさん離れちゃいます。あ、来た、うまいね、バレた、ほら来た、ほら、こういうことなんですよ。ね、こういうこと、うまいね、パルちゃんって、これ、しんのすけさん、君が、今日のアラブ石油大圧、1万6000円、高額アイテム、ナイス、キキキュンキュンキュンキキュンキュン、ウルトラドンチキー、しんのすけしか勝たんってことですね。
俺はね、これ、ね、正直投げてもらえるって自信があった。人によってさ、ほら、投げてくれるさ、そのキャパがあるじゃん。うん。だからそのキャパをちゃんと観察しないとね。だから、まあ、もうお金が苦しくても投げてくれている人いるじゃん。そういう人は、ファンタスティックで投げてねって圧かけちゃいけない。でもこうやってしんのすけさんみたいな、ファンタスティック投げれる余裕がある人に、ワンチャンね、投げてもらえるような、お願いしますって言ったら投げてくれる可能性が高いんですよ。だから無理させちゃいけない人と無理させれる人をちゃんと見極めないと、まあリスナーさんは離れていきますよね。ドンチキは僕じゃないですね。ファンタの時は近所迷惑してもいいそうです。いや、もうちょっと言いません。ファンタスティックはもらっても大きな声出さないです。いや、本当に。もうちょっとファンタ投げられても大きな声出さないです。ちょっと近所迷惑って言って、警察が来てね、迷惑かかってるんで、本当に出しません。貧乏リスナーは無理ですかと。いや、そういうことじゃなくて、キャパがあるじゃん。その、1個とかさ、2個とか投げてくれる人いるでしょ。その人にファンタ投げてよなんて圧かけれないでしょ。だから無理だけしないでっていうことなんだよ。で、なんでじゃあ切り捨てないのっていう話だけど、投げてくれてるから。ね。投げてるってことは、いつかその人が社長になるかもしれないんだよ。1個投げでちょっと、言う人いるけど、その、投げてくれているという実績があるから、その人がもし急に社会で出世したりとか、大きなね、まあ人物になった時に、お金が増えたりとかした時に、あ、パールちゃん、いつもありがとうって1個からファンタスティックになるかもしれない。だから、それをね、見越しての、まあ、笑顔だよね。一個で負けたら悔しいもんね。それもあります。一個でも助かるんだよ。しかも一個って、安いと思ってるけど、160円。ジュース代だからね。ジュースよりちょっと高いよ。特茶だよ、特茶。そう考えると高いよね。貧乏はコメントすんな。そんなこと言ってないです。全然書いてほしいし、貧乏とかそんな関係ないです、俺は。佐藤さんに払わせたらいいじゃん。ねえ。主婦には大変なのよ、ということで。まあ、ママたちともね、旦那さん、うわ、ファンタスティック来たー！部長山田に聞くとわかるよ、ということで。どういうことですか？部長山田に聞くとわかるということは、ファンタしんのすけさん来た、爆投げし来たよ、これ !16324万8000、5万円分課金ありがとうございます。君が君が君が、今日のアラブ石油王大圧、今夜君がトップワン、チッチキチーチッチチッチチッチキチー、小玉師匠ナイスウルトラドンチキ、嘘だろ、ファンタスティック3発いただきました。うーわ、あ、山田の爆投げ師さんなの。いや、俺知らなかった、それは。え、山田さんの爆投げ師なの？そうなの？山田嫉妬しないですか、これ、しんのすけさん。いや、これはもう昨日、一昨日から投げてくれてるの、しんのすけさんはね。ちょこちょこ来てさ。山田のお得意様？だからこういうとこもあるんだよね。ほら、他のタワークでさ、爆投げ師さんが自分だけに投げてくれてたけど、タワークに投げると、配信者との絆が、亀裂入って言い合いとかなるんだよ。そういうのもあるからね。まあでも、その人の稼いだお金だから、その人がどう投げよう、俺は勝手だと思うけどね。まあ、でも山田もそう思ってると思う。ピロトンさん、アリアンストンチキー。山ならいいんではないのかっていうことで、なんかね、難しいね。男性は結構ね、さらっとしてるんだけど、女性がすごいんだよね。うちの投げ師さんが別の女性の方に投げ出したってなると、やっぱ女性の方は嫉妬してなんかディスったりとかする。そういう世界です、ふわっちは。そうなんですよ。
しんのすけさん、今日山田枠で爆投げかっこよかったよ。あ、山田枠でも爆投げしてたんだ。今山田と俺同じジャンルなんだ確か。ねえ、嘘だろこれ。しんのすけさん、どっちも応援してくれてるのこれ。大丈夫これ。女性の方が嫉妬はあるよね。そう、男性は、まあ、山田とかもそうだけど、別にその人が投げるのは勝手だからって言うと思うんだよね。その人の稼いだお金だって。でも女性は違うんだよな。やっぱり自分を見てくれないやつは無理みたいなことになる。だから昔、名前ちょっと忘れちゃったけど、有名な女性配信者がタバクの方で別の人に投げたんだよ、その投げ師さんが。その時ボロクソのその投げ師さんディスってたからね。な、そのディスってたって言っても、いや感謝してるとは言っているつつもディスってたりとか、ともちゃんありがとう、まあ、遠回しの嫌味とか言ってたね。パルちゃんニコナイスありがとうございます。うわー、ともちゃんありがとう、めちゃくちゃ嬉しいわ。ウルトラドンチキーありがとうございます。ワンコ1個来たぞ。2個じゃない、ワンコ今。2個飛んだでしょ今。あ、ちゃあ、3個か。ともちゃんありがとう、ありがとうございます。あ、リンタンちゃんもありがとうございます。ヒルトさんも言ってた、うん、あ、ヒルトさんだ、ありがとう。猫ちゃんのアイコンかわいい、俺猫ちゃん好きなんですよ、ありがとうございます。で、こうやって投げてくれてる人に対してアイテムくれたら反応を示してください。俺はちょっと反応を見逃すんだけど、まあ、やっぱね、うわー、 10×5 ナイス。え、嘘でしょ、ありがとうございます。面白いこの名前、G、アリアスドンチキ。メタル社長じゃないと思う。G ってついてるんだけど、多分違うと思う。見逃し常習犯だから見逃しちゃダメなんだよね。やっぱ、ね、課金して投げるわけじゃん。160円。それを無視されたらもう投げたくなくなるよね。うわ、投げたの無視されたって。うわ、見てないって。あ、じゃあこの人全然なんか、嬉しくねえなと思うもん。だから、まあ、投げてくれてら、もう全力でそれは反応する。1個でも2個でもね。その人は将来の社長さんになるかもしれないんだから。で、俺はよく見逃しちゃうんだよ。だからコメントで今カバーしてる。コメントで、そのコメントで、誰々さんが投げたよっていうのを見てカバーしてる。だから見逃してたら言って、エナジーチャージありがとうございます。ナイス、おい、大輝も苦しいか、分かった、また帰ってこい。いや、あのね、まあなんて言うんだろうな、やっぱ投げ銭という部分に関して特化するんだったらね、あの閲覧は気にしちゃいけないよね。まあ昨日で教訓で得たけど、やっぱりあの閲覧気にしてたら、その閲覧の部分で不機嫌になったりするリスナー、あの配信者いるわけですよ。まあ僕なんですけれど。で、それでリスナーさん伝染しちゃうんだよね。そしたら枠の空気が悪くなって、よどんでさ、まあちょっとクソみたいな空気になるわけですよ。だからもうイベント中はもうイベントアイテムありがとうって言った方が、まあベストかな。はい。と思う、俺は。昨日の教訓で得たけれど。犬のおまわりさん来てた？誰が？ありがとうございます、犬のおまわりさん。あ、KP これ。ありがとうございます。ニコナイス、ありがとう。パルは痩せないの？いや、6キロ痩せましたね。あと風船は無視していいです。これは課金してもらってるけど、はっきり言うけど、風船はね、無視しても大丈夫です、これは。ゾウさん、ありがとうございます。あー、アミさん、ありがとう、ありがとうございます。ね、なぜ風船を無視しろかっていうと、風船投げてる人も、ぶっちゃけ言うと、ね、それで、なんて、喜ばれると思って投げてない。むしろ、風船というアイテムをゴミアイテムだと思ってるわけね。いや、これはちょっと言い方悪いんだけど。
うん。あ、小田さんもありがとう、ありがとうございます。ニコナイス。あみさんありがとう。で基本的にはまあ風船とかそういうアイテムはまあ無視でいいかなと思ってます。その風船を何百個投げてくれたら言った方がいいと思うけど、1個投げとか10個投げとかはなんかまあね、ゴミみたいなもんなんで、ゴミみたいっていうか言い方がね悪いんですけど、うわーありがとうございます、ニコナイス、ありがとうございます、ドンチキ。あのね、まず枠を荒らしたい人のために必見で言うんだけど、匿名さん、風船を1個投げしてください。160円買って100個分買って、1個ずつ投げてください。そしたら相手が、偽善のほど聞きます。にゃー、七個ありがとう、ゆかちゃん7000ポイントナイス。だから1回風船をこれ1個ずつ投げてくれ、あのどれぐらいうざいかっていうの分かるから、ちょっと実践したい。リスナーさん、風船を1回1個ずつ投げてみて。あ、グッド、ククさん、こういうのは大事です。ママちゃん、ありがとう、ミミちゃん。ちょっと風船で荒らしてみて、風船で荒らしてみて。こもういいよいいよ、荒らして OK、 許可するから。うざいでしょ。課金アイテムなんだけど風船1個ずつだからうざく感じるでしょ。こういうとこです、風船のダメな部分だから。風船は撤廃でいいと思うんだよな、普通に。風船1個 0.2 円だからね、これ。マジ空気だから、ほぼ0円。これ 0.2 円だよお前な、10個で2円だからね。ありがとう、風船。もう大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、こっから有料アイテム投げてみよっか。はい、いいよ。アイテム過疎で。ん？あ、相談いいですよ。アイテムを過疎で閲覧10もないのに投げて、ねえ、応援したけど一切お礼が来たことない人に何様って思ってしまう？アイテム過疎で閲覧10もないのに投げて応援してるけど一切お礼が来たこともないのではどう思いますかと。あ、そういうのは応援しなくていいと思いますよ。あのね、まず閲覧が低い状態で、ね、あの、1個でも2個も投げてくれた人に対して、そのなんか、態度で分かってしまう配信者、程度が知れてます。1個や2個に対しても、全力でありがとうって言ってる方が、絶対いいですね。お門がね、もう知れてますよ、そんなの。当たり前だけど。ね。だから閲覧もね、少なくなるんだよね、10人とかは。アイテムありがとうございます、これ。じゃあ、風船で流れちゃうんで、これ、ゆかちゃんありがとう。160アイテム1つ投げして怒られる枠主はどう思いますか？まあ、あれがあるよね。その、倍率の部分とかね、そういうのあると思う。その、倍率の部分で1個投げだったりとかすると、まあ怒られてたりとかするけど、まあでもそういうのがなくて1個投げで怒られるなら、まあぶっちゃけ言うと、まあ、なんて言うんだろう。最低というか、応援しなくていいレベルですね、もう。横山これこれディス？どういうこと？閲覧あるけどアイテム飛んでないのはどうなんでしょう？それはね、なんかね、アイテムを気にしてない配信者だよね。閲覧だけを特化してる人っていうことだから、まあ別にそれは面白くて楽しくて投げたい人が投げればっていうスタイルだから、それでいいんじゃない？俺はそういうスタイルがいいなと思ってるんだけど、まあそうも言ってられないんでね、税金があるんで。はい。なので、まあ特化します、イベントに。あなたのことです？いやいや、僕はなんやかんや飛んでますよ。ランキング見えないですか？総合ランキング。4位です。いいですか？この素晴らしいクズに祝福を。ありがとうございます、これ。昨日の方かな。安心しました。ありがとうございます。どっち4月？じゃあ、家賃払えるじゃん？いや、だから税金で払ってるって言ってるじゃん。バカか、お前。
WGP52 位はすごいですね。あ、嫌味来たこれ。いや、WGP はこれ、1000円の1個のアンケート票のアイテムなんだよ。これ、無料のやつじゃないんだよね。だから、どれだけ課金された上位ランカーの人に投げられるやつだから。わかる？だから、それをで、評価してほしくないね、これ。イベント勝つとお金もらえるんですか？ごめんね、ありがとう、10個！誰？ミミちゃん、ナイス。パルとヤミとオラフ？うわぁ、10個投げ、ナイス、ありがとう！ガールさん、ありがとうございます、10個。もう本当に不思議たまんないでしょ。なんで俺は無職で、ね、ほぼ大輝と同じ顔してるのに、俺は人生、ね、真っ先、ね、真っ暗なのに、こいつは、ね、人気もあって、アイテムも飛ぶんだって、不思議でたまらないでしょ。それはなぜか、俺は行動に移してるから。お前は、ずっと自分に甘えてるだけ。僕はね、配信をつけて、リスナーさんをどう楽しませるかっていうことを、日中ね、日頃ずっと考えてきてるんだよ。でも、お前は何も考えてない。なんとかなるだろう精神。お母さんがしてくれる精神だからなんだよ。だから、そんな腐ってる性格直してね、配信つけて自由なね、ドリームをつかもうよ。顔出して。そうでしょ？ね、親のすねをかじってさ、生きてて楽しいか、うん、確かにそう。あ、かなかわなくん自殺大丈夫？俺、かなかわなくん心配してたんだよ。大丈夫か、自殺。お前さ、意外にしろよ。あのさ、死にたいっつってさ、屋上から飛び降りようとするあのやつ。なあ。どれだけみんなが心配してるか。お前さ、お前一人の命じゃないんだよ。生きろよ。なあ。パルさん、ありがとう。みんなのために生きる？ごめんね、パルパルさん。謝るのは俺じゃないんだよ。リスナーに謝りだよ。ね。お前、ね、せっかくさ、このカナカーナ君で閲覧30とか40なんだけど、月収30万なんだよ。それはなぜかっていうと、意外に行動力もあって、で、ずっと配信をやってるから。だから、閲覧30、40でも、まあ、サラリーマンの月収ぐらいは稼げるんだよね。うん。カナカーナのこと、パル興味ないくせに、養分さ、それは言っちゃいけないよね。俺はもうカナカーナくんは昔からラッパーの時代から知ってた人間だから、興味ないわけないよね。本当に興味しかないよ。だから自殺しようとした時、俺は本当に心配したもん。うん。本当に本当に心配した。だから LINE もね、送ったんだよ。見るか？うん。あ、養分知らないんだね。カナカーナくんと俺、コラボしてます。あのね、カナカーナくんが勝手にゼロワンチ来たんだよ。で、俺ね、スパークの練習だっつって、カナカーナくんとね、二人でコラボしたのよ。で、お泊まり？お泊まりは、基本的には誰ともしたくないよね。疲れるから。カナカーナくんだけじゃなくてね、他もそうだけど、しんどいんだよ、お泊まりは。やっぱさ、どっちが配信するという気を使ったりとか、あるじゃん、やっぱりそこも。あんまね、やりたくないんだよね。だから、大人数だったらやりたいね。そのお泊まりは。そう、気ぃつかんだよ。で、見る？俺がカナカーナくんにどんだけ心配してる LINE をしてるか。送ってるんだよ。ね、カナカーナくん。あったあった、これか。ね、こう、まずね、自殺をする配信をやる。これね、4月18日、まず自分から来たのよ。パルさん、こんばんは、ふわっち、一週間晩になりましたと。自殺するような配信があったため、みたいな。
今日は B 型作業場で仕事だったんで、仕事疲れちゃって帰りたくなっちゃったので、外で配信して帰ろうと思って配信つけたらメンタルにめっちゃ死にたくなっちゃって自殺配信みたいなことしちゃいました。まあね、配信つけるとなんで配信してんだろうなって虚しくなって、全然楽しくないと。参考ありがとうございます。カナダカーナ、無理だけはするな、元気出せ。中村くんと会って励ましてもらったの。おはようございます。中村くんが近くまで駅まで来て、日高屋でご飯をご馳走してくれます。ありがとうございます。あつ森ってね、こうやってね、俺はね、こんなに心配してるんだよ、カナカーナくんに。おー、カナカーナくんに対してなんか心配してるみたいな、心配してないみたいなね、ことはないです。あ、ニコありがとうございます。ドンチキー、アイテムありがとうございます。どうでもいい内容だな。うん、さっきも来てた、嘘でしょ。あー、 ICC だ、 ICCICC さん、ありがとう、ICC。ありがとうございます。好きだよ、パルパルさん。でも、カナカーナくんさ、なんか、一瞬ちょっと離れたもんね。うん。だから好きかってやれると、どうだろうな。え？やさお？あ、来た、俺！おー、G さん、ありがとう、G。赤の他人を本気で心配してる人は少ない。参考ナイス、ありがとう。ICC もありがとうございます。ニコ投げナイス、ありがとう。ええー。ドンチキー。うおー、すごい、これ、バック投げ。これです。愛されてるんです。止まらないよ。いくらバンバン飛ばすの、これ。無視、普通なら既読無視なのに、ちゃんと返して優しすぎるよ、と。ICC さん 3×10 ありやす。いや、お前だよ、優しすぎるわ。俺ね、正直あの LINE のやり取りを見て、いや、お前、心ないんかっていうツッコミがあるのかなと思ったのね。うん。文がね、一言文で、その後中村くんとは日高屋行ったのっていう情報収集した後の、おはようっていう、お決まりっていうね、スタンプだから、こう言われるのかなと思ったら、まあなんか、パルちゃん優しいねっていうその言葉、お前らが優しいわ。うん。奥が深い？いや、そういうオチだったんだけど、お前らが優しすぎて。政治と機長って仲悪いの？教えて、大手さん。政治と機長さん仲悪くなくないよ。うん。機長さんが政治さんの件、ブチ切れた時あったからね。あの、政治のことかばって。だから、そんなないと思う。なんでそう思ったの？青汁ってやつやめて、これブロック入れるよ、これ。エナジーチャージありがとう、サンコナイス。目つきがガイアの店員？知らないよ、お前、パチンコの店員さん。ガイアってなくなったんじゃないの？っていうか、店舗的に。いや、なんか仲悪いってコメントがあったから、まあそういう風に仕向けたいやつがいるんだ。こういうの怖いよね。仲悪くないのに、仲悪いのっていう質問してくる、このタチの悪さ。うん、で、これ仲が悪いかどうかという疑問の部分を、配信者はそれをネタにするから、より広がって仲が悪いんだっていう情報になるんだよ。だからこういうね、悪質なリスナーもいるからね。悪くなったと思う？俺は仲悪い人いないね。別に。おつざわね、おつざわ荒らしてるね、こいつな。誕生日のに、コラボしてないからじゃないの？それはセイジさん昔からよ。悪いけど。セイジさんは基本的に誕生日祝わないよ。祝う時あるんだけど、俺も祝ってもらわなかった時もあるし、セイジがその F4 って言われる人たちの誕生日祝わなかった時もあるからね。まあだから気分だよ、セイジの。マジで。だから俺思うよ。パルパラ苦労してるから本音は優しい。クソ調整に飽き飽きしててのええー。
てかね、多分今月、来月の5月23日は、多分誕生日会とかやらないと思う。うん、予想だけど。誠治の誕生日会とか、俺の誕生日会とかは、やんないんじゃないかな。5×5 ナイス。だって01 TikTok 行ったでしょ？うん。まあ、01はなんか個人的にね、応援、なんか、誕生日祝うって言ってたけど、その、セッティングしてくれる人いないでしょ？うん。誕生日会はもうないんじゃない？あとも気持ちとかじゃないんかな。どうなんだろう。パラメの誕生日会をやらない方がいいよ。また骨が折れるから。これ本当にお前嫌な性格してるわ。本当にお前ゴミだよね、本当に。なんでそんなコメントしか書けないの。本当に嫌いだわ、お前みたいなやつ。ここナイスチューチューアイテム。あ、ドクさんありがとう。フォローしていきますね。東京都の方。狛江がゴッドインゴッドした？絶対嘘。嘘つくなよ、お前。ゴッドインゴッドするわけないだろう。ゴッドインゴッドはしてないじゃん。うん、これ嘘だ。ただ、ゴッドは引いてるわ。ゴッタイのね、あの、内容次第だね、これ。はぁですね。うん。誕生日会したらまた、かなかな来てくれるか気にしないよ。かなかなくんの時は、マリオくんの誕生日会の時に来てくれたんだよ。炊飯ジャーとか送ってくれたね。黄色のグーでした。何ですか？投げたらいいのかな？お願いします。豚は親に捨てられるから中村より性格悪いよ。親に捨てられたからってイコール性格が悪いっていうことではないと思う、うん、ただ世当たりが上手というか人当たりがまあちょっとね八方美人というかまあ先輩後輩で生きてきたからね今までの人生。ごっこナイスありがとうございます。徳さん集中アイテムありがとうございますだと思うよ。俺は女に見切りつけられるかな。いやでもちょっとそういう片鱗があるかもしれない。なんか俺がまあ外配信じゃなくて部屋でさ大声出してた。あの時にツイッターで私って何のために存在するのかなみたいなこと言ってたんだよ。だそこってちょっと本音があるのかなって。うん。その愛されてないっていう気持ちになってるかもしれない。でもお前のこと愛してるぞ。安心してね、ここにいてくれよ。ね。あ、ここにいてくれよって上からになっちゃうけど、ここにいてよ。配信タイガースの仲間だったタコシも潰していく政治？タコシはさ、さっきアイテム見たけど、あ、アイテムというか、検索かけたけど、やっぱ、番中だね、まだ。いつ解除されるの？もう解除されてもおかしくないんだけどね。ICC ありがとう。普段機長と仲いいアピールする松平が機長の誕生日にアイテム一つも投げないのはなぜなぜということで。いやもう普通にお金に困ってるんでしょ。そのお金があったら投げたいとみんな思ってるよ。うん。そら。安心しました。元嫁も、死なせる政治と。切れた愛子さんはもう政治のこと大嫌いなんだね。この包丁を持った愛子さんね。バースデーケーキは投げてたよと。投げてたらしいよ。うん。岩ちゃんと枠で佐々木隆しててたよ。あ、そうなんだ。ファンタ投げてた？嘘でしょ？F4 は抜けたってゼロン言ってたけどね。まあ、それは TikTok でお前4コマの位置にする部分なんか F4 なんてお前、おままごとでしょ。配信始めたいです、師匠。教えてください。まずここでアカウントを出すことだね。そこから始めないと。544号さん、匿名で書いてる時点でもうダメだね。まず自分を知ってもらうことから始めないといけないのに544号っていう番号をね知らせてどうするの。アカウント出さないとね、やりたいやつは。
人には勧められない？なるほど、そうなんだよ。では人には勧めるよね、ふわっちは。絶対いい、あの、アプリでこれは。まず人生変わると思う。いや、本当に、はっきり、宝くじ買うより、競艇でやるより、競馬でやるより、絶対ふわっちでやった方がいい。絶対、一回売れるんだから。売れないやつは、やる気がないだけ。やる気があって、頑張れば、絶対、一回は売れる。うん。間違いない。お前は、間違いなく、一回は売れるんだよ。そっから継続させるのは難しいけど、間違いなく売れる。ラジオ配信とかはちょっと難しいかも。うん。それはもう、巧みな、もう本当にうまい言葉で喋るしかないよね。やっぱ顔出せるやつが強いよね。だから何もかも失ってもいい人間は顔出してやった方がいいよ。壁配信はエナジーチャージ参考あります。で、あのね、まず知ってもらうことが大事だから、もう有名な配信者に無理やり嫁りに行く。もうこれが大事。もう本当に政治あたりとか外配信してるから行ってもいい。うん。しつこくやっておもちゃにしてもらう。うん。だから、相沢さんだっておもちゃにしてもらうことによって、ね、月収50万だからね。うん。なんやかんやね、嫌われていたとしても。ええー。だから、おもちゃにされることは大事だよ。そっからスタートだから。金は失うものがなかった。典型的。ええー。どちらも当てはまらないね。そんなにもらってんの？いや、相沢さん言ってたじゃん。月収50って。それぐらいもらってるよ。今は分からんけど。ふわっちくんのメガホン6個ナイスありがとう。いやー、絶対にふわっちやった方がいいと思う。ふわっちじゃな、だけじゃなくてツイキャスもやった方がいいと思うよ。言っておくけど、若い子たちがバズってんじゃないよ、ふわっちは。ね。おじさんたちはバズってんね、おばさん。ね。おじさん、おばさんと。ほぼ30代だよ、平均年齢が。30よりちょっと上らへんがバズってんだよ。ね。10代の子とかバズってないから、だから逆にね、あの40とかね、あの政治41とか2なんだよ。ね。で、今、ふわっちのさ、01についてのランキング1位なわけじゃん。で、俺はもう29になるからね。あの5月入ったら。で、20代あんまいないんだよね。あら、失礼な。はぐれメタルさん来たがれ。いや、ボイチャーのやつ探したんですけど、出てこなかったんですこれ。社長。これ、どこでボイチャーあるのこれ。あのね、機能とか見つけようとしたんですけど、出てこないんですよね。枠取り直さないといけないのかなこれ。若いんだね。そう。若いっていうか29歳若くないよ。普通にもうみそじ30代手前じゃん。あのね、20代の28、29を若いって言ってる人は、マジで、年取ってる。なんかボイチェーンの機能があるらしいね。ボイチェーン。ボイチェーンある？いや、ないよね。俺のやつでは。これどこにボイチェーンあんだ、これ。iPhone だけじゃないの？いや、iPhone なんだけどね。まあだから、10代で売れてる人ってふわっちいないよね。いる？ 19 歳とかで売れてる人。やっぱね、年齢層が高いから、合ってないんだよね。だから、応援するおじさん、おばさま、ね、の方々、主婦とかさ、ね、は、やっぱ結構年齢層が高い人を応援するよね。だから、むしろもう本当に人生の落ちこぼれや人生のどん底にいる人間のおすすめ配信サイトだと俺は思うよ。若い子はツイキャスでいいと思うけど、普通に30から始めよう、もう人生終わって借金があるって人は全然やれると思うね。駒井は20代、駒井くんは俺より1個上だね。だから30とかじゃない？うん、おもろかったよ。相手されて嬉しかったってことで。え、何の話？相手されて嬉しかったっていうのは、メタル社長。社長、ちょっとアイコン変えたんです、これ。変えたのかな？
変えたね、これ。これミタラムミタムちゃんのアイコンだね、これ。俺のこと書いてくれたんで、これ。可愛くね。金がないと勝てない？うん。ミタちゃんだよ。ねえ。可愛く書いてくれたんで、これ。嬉しいよね。べっぴんさんだからね、ミタちゃん。こいやじいさん、ありがとう。ありがとうございます。エナジーチャージもありがとう。いや、だから難しいよね、本当に。配信ってのは。俺はね、やり方次第では別に若い子でも売れると思う。でも若い子で売れてる人誰？聞きたい。いる？ 20 代、その前半でめちゃくちゃ売れてるってやついる？これ。聞かせてくれよ。いないよね。池江さんも25とか26だからね。あ、小町くんか。確かに。小町くんってそんな若いの？何歳？小町くんってそんな25とかじゃないの？20代前半なの。26とかでしょ？だからまあ、別に若くはないよね。25か。で、今年26ぐらいでしょ？だから20代前半で売れてる人いないよね。小前くんそんな若い？若くないだ、小前くん。俺より年上でしょ。ねえ。俺より上でしょ？違ったっけ？小前30だよね。うん。で、最近さ、小前くんで今、喋って思い出したんだけど、パパ、ママがね、配信やってるからね。で、パパ、ママが稼いでるから。ナイスとか。うん、ヨシエさんとか、イカルドさん。で、コマイくんのパパさんとか、TJ さんのパパさんとか。結構ね、息子がやり始めて、親御さんがやる人が増えてきてるね。で、正直言うとさ、俺の親父も、ね、まあ、前の月だったけど、配信やりたいっていう連絡来てた。まあ、全力で止めたけどね、親父みたいなやつがやれるわけないだろうって言ったんだけどね。やってほしくないよ、親父には。アムチンは、アムチンは若いよね。でもアムチンは26とかだよ。だから同じだよ。俺より1個下って言ってたけど、サバ読んでて26か25ぐらい。アムチンも意外に若く見えるけど、まあ20代後半だよね。アムチンのママもやって、ああ、やってるね。2世にわたってやってるよ。2世って言うんかな。この逆バージョンなんて言うんだろう。息子がやって、親御さんがやるってのは。パルちゃんの弟は配信やらない。いや、誘ったんだけど、やりたくないんだって。だから弟は今人生どん底なんだよ。マジでいろんなとこで借金してて、マジで金なくて、もう家追い出されそうで、実家に戻りそうなんだよ。だから配信やれっつってんのに、なんかプライドが邪魔してんのわからんけど、やらないんだよね。キャスのペニー横田は10代だよ。キャスのペニー横田さ、閲覧100だったよね。人気なんかな？閲覧100が人気か。でも最近は、まあ、ぶっちゃけ言うとさ、新人の配信者ができにくつつあるよね。昔はさ、年にさ、どこ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 いっぱい出てきて